アイテム番号 SCP-59JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-59JP を収容する施設の上空はいかなる理由があっても有人飛行物体の航空は禁止されています。 SCP-59JP は収容施設の最上階に収容されています。週に一度施設屋上に溜まった鳥類等の死骸の回収清掃のため SCP-59JP の施設最上階内での移動が行われ、清掃員が屋上に上がり死骸の回収清掃を行います。遠隔操作の清掃ロボットが導入され SCP-59JP の移動の必要なく屋上の死骸回収清掃が行われます。 SCP-59JP は5メートル ×5 メートル ×7 メートルの収容室内の床から 2.5 メートル地点に上下を区切る状態で、厚さ30センチメートルの強化ガラスで隔てられた2階構造の上部の部屋に収容されています。施設内において収容室を中心とした半径50メートル以内かつ収容室2階部分以上の高さの空間は封鎖され、いかなる職員も範囲内のその高さに上がることはできません。収容室上部の部屋の床にはシリコン質の透明なエアクッションが敷き詰められています。最低限の寝具。風呂が設備され書籍やおもちゃを与えられています。天井にはレールが張り巡らされており、レールには先端にハーネスのついたロープが下げられています。面会を行う職員は2階構造の下部の部屋に入り、ガラス越しにマイクとスピーカーを用いて。SCP-59JP を見上げる状態でカウンセリング等を行います。職員が収容室上部に入室する際は下部の部屋から SCP-59JP に天井から吊るされたロープで体を固定するように指示し、SCP-59JP が指示に従い体を固定するのを確認してから収容室上部に上がることができます。説明。SCP-59JP は身長 109.1cm の5歳の少女のように見えます。SCP-59JP の特異性質は SCP-59JP との距離が近くなるほど効果が強くなります。ただし SCP-59JP との距離が近い場合においても、SCP-59JP の頭身以下の高さでは特異性質の効果を受けることはありません。SCP-59JP の性質効果範囲内での SCP-59JP 以外の生物は上部から下に押し付けられるような圧力を身体の最上部に感じます。これにより性質効果を受けている状態の生物の体重が増えるという影響が現れます。性質効果を受けた職員によると、身体が重くなったというより、身を低くするように上から押さえつけられているような感覚がする。しかし触られている感触があるわけではない。磁石同士が反発するように身体が下へ押される。と説明しています。そのことから重力に影響を与える特異性質ではないと考えられています。以下、生物の身体の上部からかかる下に押し付けられる圧力を、負荷、とします。SCP-59JP の周囲50メートル以内。SCP-59JP の頭身より上の高さにいる。もしくはその高さに達する身長の生物は負荷を感じます。SCP-59JP の頭身以下の高さまで体を下げると負荷はなくなります。計測に成功した最大の圧力は 15kg と確認されました。SCP-59JP の周囲30メートル以内。SCP-59JP の頭身より上の高さにいる生物は非常に強い負荷がかかります。SCP-59JP の頭身以下の高さが床で遮られている状態の小型の生物は床に押し付けられる圧力に耐えられずに圧死します。SCP-59JP より身長の高い生物は SCP-59JP の頭身以下の高さまで負荷によって押し下げられます。SCP-59JP の頭身以下の高さまで体を下げると負荷はなくなります。計測に成功した最大の圧力は 82kg と確認されました。SCP-59JP の周囲20メートル以内。SCP-59JP の頭身より上の高さにいる生物を、
SCP-59-JP の等身以下の高さに下げる以外の方法で、継続的に生命活動を維持させることに成功していません。床等の障害物により SCP-59-JP の等身以下の高さに下がることができない生物は床に押し付けられ圧死します。SCP-59-JP より身長の高いすべての生物は SCP-59-JP 以下の高さまで体勢を低くする行動に抗えません。計測に成功した最大の圧力は39トンと確認されました。計測で確認された圧力は負荷のかかった生物の体重が引かれた数値です。床の強度が弱く負荷により生物よりも先に床が破損して生物が下に落下した場合、落下地点が SCP-59-JP の等身以下の高さの場合は負荷がなくなりますが、負荷によって加速された落下速度は残ります。落下地点も SCP-59-JP の等身より上の高さの場合は継続して負荷がかかります。SCP-59-JP は無重力空間においては特異性が発揮されないことが確認されています。SCP-59-JP の上方右向への性質効果範囲は、SCP-59-JP に重力現象を与えている物体位置の重力圏内すべてで確認されます。ポイ1。SCP-59-JP が電源の舗装された道路で収容される際、パニック状態で逃走する SCP-59-JP をエージェントが追跡し、エージェントが中腰状態で10メートル近くまで接近したところで SCP-59-JP が転倒。接近していたエージェントは SCP-59-JP の性質を通じて巻き込まれ転倒。腹ばい状態の SCP-59-JP の体の厚さまでアスファルトにエージェントの体は押し付けられ、頭蓋骨、あばら骨、骨盤を骨折し即死。SCP-59-JP が収容室外では身体を固定等などで転倒する確率の低い状態を確認するまで SCP-59-JP に接近しないようにしてください。ポイ2。SCP-59-JP は自身の特異性を自覚しています。自身の特異性による被害に対し罪悪感があるように振る舞います。SCP-59-JP には財団を医療機関と思わせ、異常性質の治療が進んでいることを信じ込ませることで、精神衛生を健康に保ち収容を円滑に続けることが推奨されています。ポイ3、SCP-59-JP を収容室から外出させる際には、SCP-59-JP に転倒対策に重点を置いて改良された歩行器を使用させることが義務付けられます。実験記録、日付2004。対象、SCP-59-JP、モルモット、実施方法、脳波、脈拍を確認できるようにした SCP-59-JP をリラックス状態にし、SCP-59-JP から5メートル離した地点で防音壁を隔てて SCP-59-JP に認識できなくした状態でのモルモットの重機を、用いた SCP-59-JP の等身より上の高さへの持ち上げ、結果、モルモットが SCP-59-JP の等身より上の高さに差し掛かった時点で重機に抵抗が発生するが、圧力によりモルモットの生命活動が停止した時点で抵抗が消え失せ、その時点からは問題なくモルモットの死体は SCP-59-JP の等身より上の高さに持ち上げられた。その際の SCP-59-JP の脳波、脈拍への影響はなし。分析、SCP-59-JP の等身より上の高さに達するまではモルモットに変化はなく、等身より上の高さに達してからモルモットに圧力が確認されたことから、SCP-59-JP の周囲20メートル以内の性質効果範囲においてもわずかに生物が生存できることが確認できる。SCP-59-JP の性質に SCP-59-JP の意思は影響なく、また SCP-59-JP の意識には SCP-59-JP の性質が影響しないと思われる。